はい、喫煙動画始めていきたいと思います。今回はクールの、また、クールのね、もう一つの、バリでリラックス。バリサンセット。エスケープ。これね。前回紹介した通り、14本入りの300円と同じ価格。で、バリでリラックス。でね、バリがどこだかわかんない。安定のね、チリが疎いんで。全くわかんない。まあ、なんかエキゾチックなね、色合いのね、紫、綺麗な色合いしてますけど。これも、コンビニで、ライター付きで売ってました。このライター、もうライターも腐るほどあるんだよな。うわ、なんだこのライター。ゴワゴワしてる。ゴワゴワしてる、このライター。触るとなんかすごいザラザラしてるわ。気持ち悪い。そんじゃ吸っていきたいと思います。これはどうだろうな。なんかグレープ色してるから、グレープの味じゃない。まあこれもね、潰すとカプセルが弾けるパターンのやつで吸っていきたいと思います。もう普通に吸ってる、この時点で、ほのかにこのグレープの味がしますね。グレープの味は、これ以前俺も吸ったことあるやつがあって、何やったっけなぁ。丸ボロじゃなかったっけ？あ、違う。メビウスのやつだ。メビウスのなんかグレープ味の。あ、これだ。メビウスプレミアムメンソールオプション8ってやつね。カプセルを潰すとブルーベリーの香りが一気に広がりますってやつ。これね、知ったことあるんですけど。それに似てるな。カプセルを、これね。カプセルを潰せば、スプモーニ、カッコ、ブラックベリー&グレープフルーツの香りと味わいと書いてあります。それじゃあ潰します。よし。ああ。ブルーベリーだ、これ。ああ。これはダメだな。結局、ブルーベリーの味しかしない上に。ブルーベリー。と、メンソール。そういえばまだ吸ったことない、マールボロのフュージョンブラスト8ボックスっていうのがあるみたいですけど、これ売ってないな。売ってないなっていうか、まだ売ってねえか。12月22日発売だって。2つのカプセルでミックステイスト。1つ目はフルーツ感をプラス。2つ目でメンソールレベルがアップ。艶消しのブラックのクールなパッケージ。前もあったよな、これ。丸ボロの2個あったやつ。2個のなんか、プチって潰すやつ。まあ、これは、
フュージョンブラスト8ボックス。これ8なんで8ミリのやつですね。これはまだ8ミリだからそれなりに味がするんではないかな。これ5ミリだからね。微妙なんだ。あ、なんかお試しパック10本入りで230円っていうのが売ってるね。売ってるねっていうか、売られるみたいですね。あ、俺こっちの方がいいわ。10本入りとかありがてえな。230円だって。数量限定だって。まあこれメビウスのね、さっき言ったオプションのやつと変わらないな、味はな。微妙。個人的にこれだったら、さっきのマイアミのなんちゃらかんちゃらの方がいいわ。ブルーベリー風味。まあ最近のタバコはね、なんかあんまりいい感じののがない。なんか、ホープのなんかイエローなんとかかんとかも、あれもダメだったし、ねえ、なんとかかんとかレッドもよくなかったしな。ああ、なんかもうちょっとこう、とりあえずさ、俺が吸いたいタバコはさ、もう大体、吸いたいっていうかもう、もう発売してないんだけど、もう終了しちゃったんだけどさ、とにかく吸いたいのは俺キャメルの両切りのやつが吸いたいんですよ。あと、あと、チェリーも吸いたい。もう終わったけどね。そこら辺ね、あとミネとかね。あそこら辺を再販してくんねえかな。いや、再販っていうか、あれか、キャメルの両切りはまだアメリカで売ってんだったかな。ちょっとわかんないけどね、キャメルの両切りとかね、いいな。吸ってみてえな。チェリーもね。チェリーも吸ってみたいっすね。チェリー。チェリーも吸ってみたいな。もうだから、なんか最近のタバコは、本当に、よろしくない。フレーバーに特化しすぎてる。あ、目が痛い。あ、目が痛い。この、タバコのね、この煙がね、目が痛くてな。やっぱそこら辺が吸ってみたいな。でもやっぱ両切りタバコの、キャメルね。キャメル吸ってみたいんですね。だいたい両切りがうまいんだよ、だいたいがして。ショートピースにゴールデンバットに新生。今発売してる、ね、両切り、この3つぐらいか。あと、ゴロワーズとかもあるけど、ゴロワーズは好きじゃないんだよな。そこら辺がね、俺大好きなんで。
まあ、あと、ガラムの両切りもあったんですよね。ガラムのね。ガラム両切り。あれももう発売してませんけど。あれも吸ってみたかったな。ガラムの両切りな。あれ、ガラムの両切りはね、タール値がね、50ミリぐらいだった。53ぐらいじゃなかった。恐ろしいんです。うん、確か53ミリぐらい。吸ってみたかったな。このクールのエスケープバリなんとかサンセットは、これは、二つ星だな。これは。オプションと変わらない上に、オプションの方が多分まだ、タバコ感があったね。ということで、ご視聴ありがとうございました。